はい、皆さんこんにちは、小島です。はい、矢野です。第5回ですよ。はい、5回になりました。ヒデチュー、はい、ヒデオチューブ、はい、ヒデオチューブ。今日はこの東京現像所、陶源さん、憧れの、はい、来たことありますか？初めてなんです、実は。僕も初めてなんです、はい、陶源さんのこの試写室ですよね。ずっと痛い感じがしますけど、ね、ここいいですね。ね、ニューシネマパラダイスの最後みたいに、はい、トトロを緩和渡してこうやって泣きたいところですね。泣きたいですね。カメラ回ってくれみたいな。東京現像所さん、はい、もう60年以上の歴史があると、はい、もうここで映画が、はい、そうです、現像され作られている、字幕が作られ、はい、っていうことですよね。ですね、日本語字幕とか、はい、あとはそのいわゆる今デジタルシネマパッケージっていう形で、はい、上映できる形にしてると、はい、結構僕らが大好きな映画がいっぱい、はい、クレヨンしんちゃんまで。そうなんですよね、はい、しんちゃんもあります、まあ、映画好き世代なんで、うん、はい、死ぬ時は映画館で、映画館で死にたい、うん、しかも始まる前ね。始まる前ですか？映画が始まる前の、はい、地方のレストランとかの都名の CM あるじゃないですか、はい、CM で死にたいんですか？いや、ね、始まってしまうと思わない時もあるんですよ。だから子供の時から、はいはい、始まる前の予告編の前ですよ、はいはい、地方で行くとなんか、まあ、大阪で言うと梅田のホラーとか、二十歳になったら梅田のホラーみたいな。知らないです。その時に心臓がバク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 して、あ、もう期待、もう死にそうになるんですよ、うん、はい、その本編も予告も始まる前の一番期待感がある、はい、始まる前に行きたいです。あ、そこで死にたい。はい、恒例の、はい、まずチャンネル登録をお願いしたいということ で、はい、現在は16万230名、はい、230、この間から 2万人ぐらいしか、2万人ちょい、金の延べ棒は絶望的なんですけど、いやまだちょっとね、頑張りたいです。言ってくれというので、この辺にチャンネル、はい、チャンネル登録ぜひ。近況なんですけれども、はい、先月そうですね、ブライトンと、イギリスのブライトンとコミコン3年後行ってきました、はい、ブライトンはデベロップアワードという、うん、デベロップメントレジェンドアワードといういただきました、はい、それはどういった内容？イギリス版ダイスみたいな。あ、はい、イギリスでのゲーム業界の中の賞の、はい、あれですよね、障害厚労賞みたいなのをいただきましたと、はい、まあ、ブライトンですからね、僕の大好きなニック・ケイブが住んでいる、はい、あらゆるところでニック・ケイブが住んでいると言いましたけど連絡はありませんでした。なかった。で、その後、7月の21日からコミコンってこの、あ、これコミコンで買った税リブ、税リブ T シャツ、OK、従いなさいみたいな。1984ですか、これね。コミコンなんですが、はい、この時にあれですよね、ポジプロのロゴムービー、はい、先ほどかかりましたけど、はい、公開しました、はい、かなりの方が見られてるんですけど、はい、ね、見た方もチャンネル登録、そうです、チャンネル登録をぜひ、はい、お願いします、はい、これコジプロのロゴムービーですから、はい、まあ、僕らを象徴するもんなんで、うん、そこにまあメッセージとかを入れてますけど、はい、まあ、普通は本編の前に流れるものなんで、そんなに目立ってはいけないので抑え気味で作ってますけど、はいはい、で、その時に同時に発表したあれですね、リューデンスの、はい、フィギュア化計画というのが、まあ、このマークのコジプロのマークのルーデンスのまあフィギュア化計画を進めてまして、はい、今原型を制作途中であるのがセンチネルさんの6分の1で、これフルアクション、フルアクションなんですよ、思いっきり動きます、すごいですよね。でここも撮れますし、ライトもつきますし、ライトもつくんですか、はい、スピアとかもありますし、まあ、6分の1なんで結構大きいので、でかいですね、はい、それとグッドスマイルカンパニーさんのネンドロイドね、ネンドロイド、これの、うん、これね、でかいのとちっちゃいの出てたんですけど、はい、ちっちゃいのが普通サイズです、うん、いつも売ってる通常のネンドロイド でかいのも売ってしまうということで、だから2種類あるんです、2種類あるんですよ、これセットじゃないん でちっちゃいやつもここバイザーのとこ透けるようになりますんで、はい、あとマックスファクトリーさんのフィグマカラー、うん、これアクションフィギュアなんで動きます、はい、当然最終的には着彩されて、うん、されて完成品として、で、今回写真なかったんですけど、寿屋、はい、さんのプラモデル、はい、プラモ、はい、サイランとかのやつ、はいはい、猛烈なやつですよ、 あれが出るんですか、すごすぎて僕は作れないいや結構、すごすぎるんで、ね、しんちゃんに作ってもらった、はい、あとはそのプライムワンスタジオっていう、はい、その大きいスタチューを発売されている、うん、トランスフォーマーとか、はい、見たことあると思うんですけど、スーパーマンとか、はいはいはい、あれのスタチューですか、まあ、3分の1サイズで、それが今進行中で、進行中、だいたいどれぐらいになるとこう皆さんのお手元に、年末ぐらいからそろそろいいですね、みたいですよ、あともこの後もいろいろまだ他にも企画はあるので、企画は別と別と動いてます、はい、ちゃんとチェックをしてますので、監視もしてますので、はい、いいものを皆さんにお届けしたいと思います、うん、はい、ぜひお楽しみにして、まあ願わくばルーデンス、はい、ルーデンス、ハリウッドの方とかね、はい、これなんかアニメとか実写ライブアクションいいやないかってやらせてくれって言ってくれたし、もうどうぞどうぞみたいな、マジですか、そんなに文句を広く、もう全然もう脚本もチェックしませんから皆さん今チャンスですよ、はい、チャンス、空飛んでてもいいですから、はい、
まあデザインはちょっと変えてほしくないんですけど、まあ、デザインさえ守ってもらえれば戦っててもいいですよ。あ、それの設定も全然マーベルの世界に入ってもいいですよ。別にアベンジャーズの中に入ってもいいですか。全然 敵でもいいですよ。あ、敵でもいい、はい、どっちでも味方でも何でもいいですよすごいです、はい、こんなのね、はい、オープンな、ね、そうですね、つぶやいの方もぜひね、あ、はい、いいですね、はい、ちょっと着ぐるみでも大丈夫ですか全然大丈夫ですよ。募集してますんで、はい、ご連絡ください。はい、はい、今回のヒデチュン、はい、5回目は2016年上半期映画ベスト10と、はい、ト皆さんのベスト10というのを、そうですね、今回は、はい、皆さんが挙げたベスト10もちょっと紹介しながら、はい、僕らのベスト10をそれぞれ紹介しようと、はい、公式アカウント宛てにいただいたベスト10、はい、こうやってみるとあれですね、邦画がかなり多いですよね。そうなんですよね。僕見てないのがありまして、はい、千早ぶるとか、ね、僕も見てないんですよ、姫アノール、これいいみたいですね、うん、あとは、まあ、ずっと見たかったんですけど、はい、見れてない、あの貞子と、あ、貞子 VS かや子、これ面白いですよ。で、これは秀樹の第1回目、はい、そうですね、で昨年のトップ10を、はい、これ年間のトップ10ですね。そうですね、1年間でやりましたけど、はい、やりました。懐かしいですけどね、はい、僕の新作、劇場公開された新作は91本、はい、矢野さんは、はい、新作は98本ですね、うん、はい、98本で、そんなこんなで、はい、この中で10本ずつ、はい、それぞれ選びました。ちょっと変則的なルールで、そうですね、お互い選出したものがダブってる場合が、はい、いくつかあります。ダブってて、それよりも上の上位にある場合は、はい、上の上位をオープンにしてから、語ります、語ります、はい。フェイクと、はい、矢野さんは、エクスマキナ、はい、エクスマキナ僕大好きなんで、はい、結構上に上に行ってるってことですね。あるので、もうちょっと後で紹介したい、はい、そうですね。で、フェイクです。フェイク、こんにちは。僕が撮りたいのは、僕が撮りたいのは沢村剛一さんを怒りではなくて、守さんの怒りではなくて、うん、悲しみです。守さんの悲しみです。猿、今年ドキュメンタリーが結構いいのがあって、はい、うん、スノーデンとかも、はいはい、面白かったし、うん、マックイーンのやつもありましたし、あ、はい、でこれは森さんっていう監督、森達也さんが、はい、オウムとかを追っかけてた人ですけど、そうです、ね、ジャーナリズムとはちょっと違いますね。違いますね。リアリティショーみたいな、そうですね、アメリカでよくある、うん、こうフェイク、うん、例えばその彼がフェイクなのかどうなのかっていう、はい、まあそういうテーマであるんですけど、張り付いてるんですよね。そうです、ずっとカメラを持って、いろんな取材を受けるのをカメラが捉えていると、はい、日々をずっと捉えてるんで、はい、これで映画になるのかと途中ちょっと疑問な感じなんですけど、うん、はい、最後すごい構成なんですよ。びっくりしました。で、もう一回逆転するんですよ、うん、まさにこのフェイクのテーマを、はい、森さんが撮ったカメラを通して僕らも一緒に、沢村剛一さんと一緒に暮らしてるから、ね、はい、豆乳が好きなんですよみたいな豆乳はちょっといいエピソードですよ、ね、面白い。猫が映ったりとか、はい、うん、エリアのちょっと嫌なところとか一緒に見て、はい、ね、前か悪か白か黒って絶対最後まで言わないですね、はい、ずっと灰色のままで、うん、それがすごいとこですよね。これぜひおすすめです。フェイクかどうかっていうところもありますけど、うん、違うところでちょっとびっくりしたり、うん、これおすすめです、はいはい。僕はマジカルガール、マジカルガール、はい、僕は邦画です。クリーピー、クリーピー、黒沢さん、黒沢さん、清さん、はい、ちょっと見てないんですけどね。いや、これはですね、クリーピーっていうから、あれでしょ、ハサミ持ったやつとか斧持ったやつとかチェーンソーとか、惜しい、違うんですね、はい、こんなやつじゃないですか。プロからこうやって出てくるやつ。やけどしたやつ。やけどしたやつ。ちゃうんですか。ちゃうんですね。ここからこういうやつじゃない。クリーピー。残念ながらね。人間ですか、クリーピー。人間です。なんや、偽りの隣人ですか。普通じゃないですか。偽りの隣人って。隣人はみんな。どこの家にも偽りの隣人ですよ。ね、皆さんね。誰だ。どこ行ったって偽りの隣人。偽りの隣人しかいない。まあ、隣開けたらこうやって出てきたらびっくりしますけど。あとはこんなやつ。こう開くやつ。こう出てくるやつ、あれ出てくるやつ、あれちゃうんですか。クリーピー、クリーピーどうですか、クリーピー、はい、犯罪心理学者の高倉は
妻と幸せな日々を送っていた。うまい。なんてもこれは未解決ですね。一家三人が行方不明になった事件です。未解決の一家失踪事件。一人だけ女の子が残されてます。どうしてその子だけ残されたんでしょう。あれはいつだったか。母が電話で誰かと話してました。安子、何かあったの。そして奇妙な隣人家族。西野さん、変人っていうか取り付く島がないっていうか。二つのつながりは本当の恐怖の始まり。今度うちにいらっしゃってください。面白いもんもお見せできますし。どうしたの。何があった。あの人、お父さんじゃありません。全然知らない人です。主人公あのサラリーマンの普通の人です。刑事とかじゃなくて、西島秀俊さんが、元刑事で今大学で犯罪学を教えてる。ただこれは映画オリジナルの設定なんですよ、うん、原作は。原作誰ですか。原作はですね、前川博さんって。これがデビュー作、ね、原作と映画は全く違ってて両方ともちょっと面白いです。俺が全力で君を守る。クリーピー偽りの隣人。クレイジーすぎる隣人には気をつけろ。ホラーなんですか。まあサスペンス、ミステリーでサスペンス、うん、ネイバーズとかああいうちょっと違いますね。で、なんとかの隣人はなんとかに笑うみたいなのありました、ね、ちょっと違いますね。これ見た方がいいですか。面白いです。じゃあマジカルガールですが、スペインの映画監督さんで、はい、まあなんて言うんでしょうね、非常に新しい。パパ、¿estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Hoy, porque se le va a invitar a su padre y porque es una niña enferma de leucemia. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere, pero ya sabes cuál es mi situación. Sakura.Baño en el pasillo. Lo siento. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Necesito dinero. Tenía que asegurarme de que estabas bien. No quiero salir mañana porque tengo miedo de volver a ver a Bárbara. Ay, hombre.La niña de fuego te llama la gente. ¿Qué más quieres? 3組の人たちが、まあ、交差していく話なんですけど、うん、で、まあ、説明もものすごい省いていて、映像も、はい、レイアウトもうまい、うん、まあ、あの例の魔法少女の、ね、コスチュームの格好したあの子が、はい、前面出てますけど、まあ、あれだけじゃもちろんないというところ、まあ、全くジャンルもわからないんで、うん、そうですね、あの毎知識ない方がいいですね、はい、とんでもない展開になりますけど、はい、最後は綺麗につながりますね。そうです、最後綺麗にまとまっていくっていう、うん、日本のコンテンツの、まあ、いろんなこう、うん、影響を受けたシーンとか出てくるんで、はい、まあ、元ネタ知ってる人はもうちょっと見喜べると思います、はい、そうですね。マジカル、はい、マジカルガールでした、はい、マジカルガールをですね、はい、ヒデチューで紹介して監督さんが見られてありがとうございますという話だったんで、はい、9位ですよ。9位カロさん僕はズートピアですね、はい、ズートピア、これ僕も入れてます。もうちょっと上の、はい、ところに入ってます。で、僕が、グッドナイトマミー、これはホラー、はい、なんですけども、単純なホラーじゃなくてですね、これオーストリアの映画なんですけど、ちょっとミハイル・ハネケっぽい嫌な感じなんですよ。嫌な感じってことはもう大好物じゃないですか。ママ、
Wer ist das? Du bist nicht unsere Mama. Bitte komm zurück, Mama. Ich mach alles. Ich. Jetzt kann sie uns nicht mehr auseinanderhalten.本当に全く予備知識なしで見ていただけると怖いですか？怖いというよりも本当に嫌な感じになります。最後はなるほど、途中で鋭い人は分かるんですけど、どんなレベルですか？ファニーゲーム、ファニーゲームっぽい感じですね。ミストじゃなくて、ミストではないです、ファニーゲームっぽいです。ハネケイっぽい、はい、ほぼ密室状態で、アイモアールじゃ、モアールでない、アイモジュールじゃ何を言うとんねん。あれとちゃうじゃん。違います。ファニーゲーム。ファニーゲームみたいな、あの、もう閉じられた家の中でこう、もう、こいつはどうなのみたいな。この間コミコン行って、あの某有名な監督さんもこれ進めてたんで、はい、交通事故にあって顔を整形したお母さんが、うん、あの男の子が、これはマミーとマミーをかけてるんでしょ、はい、包帯の。気がつかなかった。青じゃないですかそれ。マジで気がつかなかった。グッドナイトマミー。マミー、そうか、違います、そんな筋ではない。まあ筋は違うんですけど、はい。7位僕はデッドプール、デッドプールで、僕はボーダーライン、あ、ボーダーライン、はい、僕も大好きなんで、はい、でこれはあの監督も入れてるので、デッドプール、この間あのコミコンでティム・ミラーさんと、ね、はい、会ってました。どんな方でした？いや、あのゲーム業界のカットシーンとか、はい、プロモーションビデオずっと作ってたんです。もう当然ゲームのことを理解して、はい、で小島さんはずっとリアルタイムでやってたねっていう話で、うん、はい、デッドプールはですね、うん、やっぱりすごいじゃないですか。Kind of lonesome back here. A little help here. Excuse me. Woo! Why the fancy red suit, Mr. Poole? Well, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer. We can fight this. What if we can cure you? And give you abilities. 観客に向かって話しかけてくるとか、ダイヤの壁を、ね、もうね無視して、ハウスオブカードみたいなのね、はい、まああれ元々原作もそう、そうですよね、ですけど、はい、最初のオープニングのシーケンスあったじゃん、はい、落ちていくところで、はい、あれとかもやっぱブラーでしかできない、あれもすごいですよね、あのバカなプロデューサーとか。そうです、あのタイトルロールはいいですよね。あれ最初僕ロスで見たんですよ、はい、でまあ英語なんで結構わからないとこありましたけど、やっぱり向こうの人も思いっきり笑うんですけど、で日本で見たら最初のオープニングのとこ、うん、誰も笑わないんで、 あれやるって思ってなかったんじゃないですかね。あ、バカなプロデューサーみたいな、うん、なんかみんな真面目に見てましたから、うん、そうかみたいな。デッドプールのこと7年ぐらいかかりましたもんね、うん、あ、そんなにかかってるんですか、はい、あれ、うわ大変ですよ。デッドプール。You know we can't allow this, Deadpool. I don't have time for your X-Men bull colossus. Besides, nobody's getting hurt. ちょっとエログロでユーモアがあって、うん、かっこよくてっていう、うん、まああんなめちゃくちゃなヒーローもなかなかいないんですけど、うん、普通の、うん、まあ、マーベルというかそのあのアメコミの映画ではできないことあるですし、うん、表現もね、あの、うん、遠慮してないところもありますからね。あれであんだけのヒットを当てたっていうのは、うん、それはもう新しい世界を作ってくれたんで、うん、まあ、デッドプールはもう日本でも、ね、流行った、デッドプールはね、流行ってましたね本当に、はい、シビル王、はい、キャプテンアメリカ、はい、僕はあのスティーブ・ジョブズですね、はい、新しいダニー・ボーイの、はい、そうです。 What if the computerwas a beautiful object, something you want to look at and have in your home. And what if, instead of it being in the right hands, it was in everyone's hands? We'd be talking about the most tectonic shift in the status quo since... ever. I'm begging you to manage expectations. Have I ever let you down? Every single goddamn time. Then I'm due. Your Apple stock is worth $441 million.And your daughter
and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. We will know soon enough if you were Leonardo da Vinci or just think you are. You're the only one who sees the world the same way I do. No one sees the world the same way you do. Everyone is waiting for the Mac. What are people going to do with it? It's an abstract. They're going to do that? You're issuing contradictory instructions. You're insubordinate. You make people miserable. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future. Because artists lead and hacks ask for a show of hands. What you make isn't supposed to be the best part of you when you're a father. That's what's supposed to be the best part of you. I'm the only one who knows that this guy is someone you invented. Is there a plan? The plan will reveal itself to you when you're ready to see it. Well, it's happening. The comeback of a superstar. Co-founder Steve Jobs. Steve Jobs is returning to Apple. Two most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this. Ladies and gentlemen, Steve Jobs. スティーブ・ジョブズの有名なそのプレゼンの舞台裏だけを3つ編集してつなげてるんで、あの構成うまいですよね。うまいですよね。で3つバラバラと思いきやちゃんと筋が通った話になって、ジョブズってどういう人だったかっていうのが分かってくる構成、うん、ちょっと変態ですよね。でも天才は変態だからしょうがないです。大変ですよね、あの人。いや素晴らしい映画でした、うん、まあダニー・ボーリの音楽も素敵やったんで、うん、やばですよね。今度ダニーボーイといえばやりますよね、トレインスポッティング2が、うん、2です。あのティザーも出て、見ました、はい、見ました。電車がバーッとって4人が立ってるやつ、かっこいい。かっこいいですね。あの隣に立ちたかったな。カルテルランド、はい、ザ・ウォークです。カルテルランドはですね、はい、これドキュメントです、はい、麻薬カルテルの。これを見てしまうと、うん、あらゆるフィクションは飛んでしまいます。過去10年で10万人以上の死者を出したメキシコ麻薬戦争。政府や警察も恐れをなす巨大麻薬カルテルに立ち向かったのは一人の町医者だった。¿Qué harías tú? ¿Esperar que vinieran por ti o comprar una cosa de esas y defenderte?Por eso andamos acá. Levanten la mano los que quieran unirse. Dale. Y ármense. Únanse. 武器を手に立ち上がった市民たち。 El gobierno no proporciona las garantías de seguridad que el pueblo necesita. Si a ustedes les pasara lo que nos pasó a nosotros, estuvieran con nosotros. They're taking back what is theirs from the cartel. Somebody should be done up here too. If not me.Then who? Let's go. 国境の両側で起きた正義のための戦い。しかし、hay una ley que se llama ojo por ojo y diente por diente。Fíjense para atrás。Decidimos que la mejor forma de morir para nosotros era luchando. No me voltees a ver con quién trabajas. There's no more. No nos vamos a convertir en los criminales que andamos combatiendo. 命がけで人間の善悪を問う最も危険なドキュメンタリー、カルテルランド。Lo están viendo es porque yo ya dejé de existir.
とにかくこれびっくりします。いやこれは本当に必見だと思います。本当にこんなことが起こってるのかっていう、うん、これからドキュメントですよね。これを見てるとカメラもちっちゃくなって、はい、そうですね、いろんなとこついていけるようになったんで、映画のクオリティで現場本場のものを構成次第で紡げるっていう、うんうん、カルテルランド、カルテルランド、はい、おすすめです。はい、ザ・ウォーク。And people ask me, why do you risk death? For me, this is life. One mistake out there, and you're going to die. No! 地上411メートル。命綱なし。一生に一度の狂った世界を楽しめ。ザ・ウォーク。ゼミキスしばらく CG 映画撮ってたんですよね。これも CG なんですよ、うん、最近の風潮は CG 使うと良くないみたいなね、うんうん、でもこれは CG だからこそできた映画で、うん、そのためにゼミキスはボロカスやりようが CG 映画作ってたんですよ、うん、それを思うと涙出ますよね、うんうん、ザ・ウォークってその本もあるんですけど、実際のノンフィクションも、はい、まあ、山登りする人もそうですけど、うん、何をもってして世界貿易センターのあんな高いところにロープ引いてそこ通るのか、うん、落ちたら死ぬんですよ、うん、しかも帰っても捕まるんですよ、違法やから、うんうん、ね、無許可なんで。そうなんですよね、ゲリラ的にやるんですよね。なんでそんなことすんのっていう疑問があるでしょ、うん、ほんで本を読んでもやっぱりそう理由は分からないんですよ、うん、そこ行ってないからね。でこの映画はその人が子供の頃からロープ渡るのが好きになってどん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 高いところに上がっていって、うん、で世界貿易センターを見た時にここにあのロープ渡していくっていうのを決意して、そのためにいろんな仕込みをして友達作って、うん、で違法に乗り込んでいくとこからもうガラッと映画変わるんですよ、うん、もうスパイ映画みたいな。そうですね。で実際に歩くところは分かるわけですよね。あの VR じゃないけど VR みたいな感じで、うんうんうん、彼が歩いてる感覚と観客が見てる感覚が一緒で、あ、うん、これをするがためにこいつの人生はあったのやっていう、うんうん、だからすごい説得力があって、うん、この映画を見たらあの人がなんであんなに必要にね、うん、あの上を渡りたいって言ってたのがなんとなくこう共有できるというか、うん、あ、こんな景色でこんな恐怖感でこんな快感があるっていうのが映画を通して分かるんですよ、ですね、特に 3D とかで見たら、うん、でそのためのやっぱ CG なんですよね、うん、そうなんです、まあ、不思議な映画です、うん、いやこれはでも面白かったですね、うん、ボーダーライン、はい、ボーダーライン、ライン、ライン、矢野さん、オデッセイ、はい、オデッセイ、セイ、セイ、ボーダーライン、言う必要はないと思いますけど、私の大好きなドゥニ・ビルヌーヴ、はい、皆さん、ドゥニ・ビルヌーヴ。Specializes in cartel activity. You'll be part of the team. This is not my department. これはもう何言うことないですね、うん、もう演出も最高ですし、これも麻薬戦争ですけど、はい、メキシコ舞台で麻薬戦争のテーマでデルトロも出てますし、ね、はい、エミリー・ブラントも最高にかっこいいですよね、はい、うん、もう冒頭から緊張感は半端じゃない、すごいですよ。どうなんでこんなもん撮れるんですかね。What is this? What happens when they dig in? This is it. Gotta be careful around these people. Just wanna know what I'm getting into. They will not survive here. You saw things you shouldn't have seen. I'm gonna tell everyone what you did. その善悪に。
ボーダーはあるのか。ボーダーライン。これはもう、はい、大丈夫です。何も言わなくても見てもらいました。はい、もうすぐこれ DVD とか出ますね。はい、出ますけど、もうドゥニーさんはちょっと異常ですね、うん、この人ね。この次ブレランツー、ブレランツーの、はい、最近一番会いたい人なんですけど、なかなか連絡が来ないですね。ドゥニーさん、連絡お待ちしてます。ドゥニーさん、ドゥニーさん、ドゥニーさん、ドゥニーさん。で、僕はオデッセイを入れました。オデッセイもね、僕去年見たんで。はい、あ、そうですね。これいいですよね、リドリー・スコット。これはね、後半のスターマンがかかるところは結構いい、ね、ちょっとダダ泣きでしたね。はい、ポジティブですね。そうなんです。ここは本当にシンプルな言い方というか単純な言い方をすると、科学ってすごいんだなって思いました。うん、オデッセイのいいところは、ゼログラビティも同じですけど、うん、あれはたった一人じゃないですか。はい、マット・デイモン一人で火星にいますけど、うん、地球側におるんですよね。多くのサポーターというか、うん、はい、だからこの関係っていうのがすごいこう泣けますよね、うん、戻ってくるもの、サバイバルものなんですけど、悲壮感があんまなくって、まあマットデーモンですからね、まあこの人記憶がなくてもね、うん、ね親玉見つけて倒しましたからねまあそうそうくたばらないなって感じが、ね、しますからね。今度新作ね、うん、出ますけど、はい、まあ、キャスティングも良かったですよ、はい、オデッセイ、オデッセイ素晴らしい、まあ、マージャンね、そう、まあ、原作もいいですからね、はい、エクスマキナ、エクスマキナ、はい、僕は10位に入れました。ズートピア、これもいいですね。はい、まあ、エクスマキナのこのアリシア・ビキャンディさん、はい、もう一番好きな女優さんですアリシアさん、アリシアさんもうリリーのすべてとか、はい、アンクルとか、はい、すごい映画ばっかり、はい、今度はもうあのボーン・アイデンティティですよ。でこれは特にもうスポボンですから、スポンポンの上に頭透明ですからすごいですよね。なんなんだと、たまりませんわ。ほらもう首なんかスケスケですよこれ、うん、もうこれ1位でもいいぐらいなんですけど。 So how does a programmer get to be meeting the CEO? I want a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Ken. Cheers.In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness.Trust Nathan. You shouldn't trust anything he says. I think it's the next model that's going to be the real breakthrough. Well, what do you do with the old one? What were you doing with Ava? You have to help me.これなんて言ったらいいですかね。ジャンルで言ったら SF は SF ですけど、リチャード・マシスン風、安倍公募風ですよね、はい、まあアレックス・ガーランドってその小説家のビーチ書いた人 で、はいはいでねはい、さっきのダニー・ボイルさんとビーチ撮って、はい、でイギリスに帰って28日後とか、うん、その後 SF とか撮ってるんですけど、うん、全部脚本がアレックス・ガーランドなんですよ、うん、で僕の大好きなあのジャッジ・ドレッド、ああの新しいやつなんですね。あそこのチームもアレックス・ガーランドが書いて、うん、あのダニー・ボイルとチームが撮ってる、うん、すごいテクノロジーも持ってるんで、うん、だからダニー・ボイルじゃなかったですけど、まあ、そのチームなんでやっぱりクオリティすごい高くて、はい、で普通のハリウッド映画では出せない味を出してますよね、うん、ストーリーとかも。そうですね、結構70年代によくあったそうですね SF なんですけど、うん、最後の展開やっぱり21世紀に収めてるから、はい、アレックス・ガーランドの頭に、うん、新しいですね。昔だったらああいう終わり方しないしないですね。最後ちょっとびっくりします、うん。
ズートピア。ズートピア。はい、ズートピアですよ。どうなんですかね。僕ないんです。8位ですけど、まあ矢野さん3位、まあ3位ぐらいでもいいです。これはすごいですよね。草食動物と肉食動物が共存している世界がズートピアっていう。そうなんです。理想郷に、うん、ウサギの警官志望の子が、まあ、田舎から出てきて、ズートピアに行って相棒がタレゴミや、はい、肉食のキツネ、はい、ね、キツネにトラウマがある子なんですね。はい、でこいつらが2人で協力して事件を解決していくんですけど、うん、これもうまさにマイノリティの話なんで、そうなんです、まあ、アメリカそのものの話なんですよ。うん、よくぞこの、まあ、子供の映画といえばちょっとあれですけど、すごいなと思って、うん、だから日本の映画でなかなかこんなのないですよ。できないですよね。これだから子供と見に行くと、子供は子供で楽しみますけど、うん、大人はもっと深いものを見てしまうんで、はい、すごいですよね。すごいです。すごい計算して作ってて、ここまでね考えられているのってないですよ、ね、もうキャラの設定もすごい緻密ですよね。僕やっぱりその70年代のバディものの刑事もの大好きだったんで、はい、これまさに刑事もの成立してるんで、うん、誰が犯人かとかもあるんですけど、すごい配置もうまいです。キャラクターの配置も、怠け者のやつとかムカついてムカついて最初そやけど、これまた最後にすごいことが起こるんですよ。ああいうのはよくぞ考えますよね。うん、なかなか、だからアイディア満載ですし、うんです、うん、これでちょっと怖いんですよ。これ映画館でちっちゃい子泣いてました、はい、よくこれを考えて作ったな。これ喋ると2時間ぐらい喋りそうなんで僕の確かあのレゴザムービーに近い、はい、そうですね。こんな映画もちょっと日本映画から出てほしい。そうですね。クレヨンしんちゃんは結構これに近いですけど、近いですね。確かにちょっとこういう映画作っていただきたいですね、はい、これ見てる人ね。お、これは一緒です。同じです。これねずっと1位やったんです。サウルの息子、はい、何がすごいって言うとですね、冒頭、はい、ピンボケです。ずっとピンボケです。そうなんです。なんやこれ、うん、でしかも、こんな、うん、映画泥棒が終わったら、はい、これねバーってガッと引くじゃないですか。逆にキューッとちっちゃくなるんですよ。あの時びっくりしました。このぐらいのサイズですよね、うん、いわゆるスタンダードサイズってやつですね、はい、でピンボケです、はい、なんでピンボケなの、ね、向こうからずっと男が歩いてきてここまで来て初めてピンとが合うんですよ、うん、それがこの主人公なんです、はい、ほなこのまま顔を映したままカメラずっと行くんです、うん、ずっとそれです。で何かというと主人公の顔ここにピント合わせてるんでこの辺見えないんですよね。見えないです。でしかもあの画面がちっちゃいので余計もう主人公の頭とかしか見えない。主人公の表情と行動部ばっかり追いかけながら、うん、周りの環境はほとんど映さないというか見えないんですよ。見えないですね。で死体の処理とかもやってますけど、うん、実際にやってますけどピンが合ってないんでよくわからないんで、うん、見えないから怖いんですよ、ね、怖いです。徹底的に最後までそれを貫いてるんで、うん、はい、こんな映画思いつったって作らないですよね。すごいですねこれ。見せない演出っていうのも、うん、まあ、今までありましたけど、はい、こういうやり方ってなかなかないですよね、うん、見にくいんですけど、でもこう、うん、主人公の視点でこう入っていくのでもう没入感はすごいですね。FS とはちょっと違うんですよね、はい、ワンカットの長い映画とかありましたけど、ちょっと今までのニュアンスとは違います ね、うん、違いますね。これがでもこの人長編デビュー作ですね。これはねぜひ友達になりたいね、うん、また、ネメシスさん、ハンガリーの方、はい、ぜひ日本に来たらはい、しゃぶしゃぶを
食いに行きましょう。じゃあいよいよ1位ですが、僕はシングストリート、はい、未来への歌、はい、これちょっと前に見たんですけど、それまでは、うん、あのサウルが1位でしたけど、うん、軽く超えていきました。軽く超えました、はい、はい、もうダントツ圧倒的1位ですか。サウル、シングストリート、僕はシビル王。チビル王、チビル王、僕らはコードネームチビル王、はい、チビル、もう あまりのキャプテン、あまりのすごさにチビってしまいました。これもズートピアと同じでしょ。ディズニーですもん、これもコーラたかがアメコミ映画とか、うん、そんなもんじゃないですよ。こんなもん撮られたらどうすんのと、こんなにキャラ立ってて、しかもテーマがシビル王ですよ、うん、まさにもうね、南北戦争、今のアメリカですよ、これしかも、うん、あの兄弟、兄弟にも会いたいんで、ルッソ兄弟にずっとアプローチしますけど、なかなか会えないです。まあもういいですわ、こんなもん作られてる。これどういうつもりや、もうね、いいですって。これ今のところ2回見ましたけど、はい、これはすごいですね、うん、子供も楽しいし、うん、マニアも楽しいし、まあ社会風刺もしてて、すごい深いですよね、これ。深いんですよね。でアクションとかもすごい凝ってるんです。冒頭からもうそのワンカット、うん、あのカーチェイス一つ撮ってもこんなん撮られへんでみたいな、うん、どこまでやんのみたいなのね、うん、空港のとこの大バトル、巨大化したアントマン言っちゃっていいのかな、あんなもん見てもうたら日本の特撮はどうなんねみたいな、着ぐるみものができないですよね。何をしてんのこれみたいな、うん、まあこのアメコミの世界なんですけど、うん、世界を救うためと言いながら、今までキャプテンアメリカとかも全部繋がってるんですけど、はい、暴れたおかげで人が死んで、うん、死んで、それで世界がやっぱり国連とかが許さないということで、うん、国の管理下に置こうという話なんで、うん、すごいですよね、うん、そこも核兵器を管理下に置くなって一緒のことですからね。だから同じですよね、うん、あのビッグボスが核持ってて、はい、それで縛られてはいけないっていう、うん、キャプテンアメリカの意見と、はい、そうじゃないというルールを守りましょうという2つに分かれて、うん、全部悪も関係ないですよね、うん、良かれと思って2つに分かれて戦うんですけど、うん、すごいのはヒーロー同士が別れて戦う悲しさ、うん、ライダーに入るアントマンとスパイダーマンがすごいコメディ調で息抜きをさせてくれるんですけど、でもよくよく考えてみるとあんな悲しい絵は見たくないですよね。最後もすごいですもんね。最後すごいですよ。国をまとめるために法とかルールがあるけど、ここの世界で描くのはその奥ですよ。奥です。人種も何も違う、うん、年齢も違うけど、キャプテンアメリカとかウィンターソルジャーって世代が違う人じゃないですか、はい、ね、自分だけ過去の人なので、うん、でもそこで共通ワードが友情とかになってくるんで、うん、すごい分かりやすくて、しかも深い、うん、見たくなかった映画ですね。これとズートピア続けて見たんで、次前編後編ですけど、この上を行くんでしょ。知らない人は知らないなりに楽しみますけど、うん、知ってる人はもっと面白いんで、そうですね、マーベルシネマティックユニバースってやつですよね。僕はやっぱりキャプテンですよ。やっぱキャップキャップが好きですわ、もう、うん、キャップみたいな体になりたい。割りたい巻きを割りたい、上半身裸でカーン見ながら。じゃあ、はい、シングストリートですが、シングストリート、はい、1位です。はい、80年代大不況下のダブリン、壊れそうな僕を救ってくれたのはロンドンの音楽と。You risk being ridiculed. I'm going to London soon. Just waiting for my portfolio shots. There's no real work for models in Dublin, you know. You look amazing. We're going to London soon. The way she talks, sometimes I just want to cry looking at her. They're happy, sad. I see the girl with the eyes I can't describe, and suddenly it's a perfect. I'm gonna try and accept it and get on with it. Rafina, I thought you were in London. I mean, it was a mad idea anyway. That wasn't really your destiny at all. You just moved in my jet stream. But once, I was a fucking jet engine! We're gonna sail to England, the two of us. シングストリート、未来への歌。はい、
これはパンフなんですよね。これパンフですね。これ特別版と両方買いましたけど、はい、イギリス80年代のダブリンが舞台で、うん、僕は80年代の UK の音楽大好きなんで、はい、もうたまりません。ど真ん中感じで、まあ、僕のために作ってっちゃうかというぐらいなんですけど、うん、知らなくてもすごい楽しめると思います、うん、学校の近くに階段があってそこに立ってる綺麗な女の子がいるんですよ、うん、いかにも80年代の PV に出てくる、うん、ファッションですね、これ全部ね。でその女の子を好きになったんで、うん、バンド作って PV に出てくれって、まあ当時ミュージックビデオ全盛期ですもんね、うん、80年で、女の子出てもらうためにバンド、うん、友達集めてバンド作って PV を作ってどん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 成長していって、うん、バンドが大きくなって、はい、学校卒業してどうなるっていう、うん、まあ、それだけの話なんですけど、はい、これをすごいキュンとくる映画なんで、だから要は音楽に初恋をして、うん、自分がどんどん音楽によって変わっていく様が、うん、ファッションも生き方も変わっていって、はい、変わってきますね、最後、はい、大きなことがあるんですよ、うん、ラストシーンはちょっとびっくりしました、ね、僕の中では卒業ってあるじゃないですか、はい、あのダシュン・ホフマンとキャサリン・ロスが出てた、はい、あれのエンディングを覚えてますよね、はい、最後、キャサリン・ロスが結婚する、でジャスティン・ホフマンはキャサリン・ロスと結婚したいけどよう言わずに諦めて、最後車で追いかけて結婚式場まで行って、あれ入りましたよね、はい、えれーって叫んで花嫁を奪って逃げるんです、逃げます、若気の至りで、はい、で2人最初笑ってるんですよね、うん、でキャサリン・ロスを迎えに来てくれて嬉しいから、うん、で手繋いで走ってたらバスが通りかかって、うん、バスに乗せてもらうんですよ。キャサリン・ロスはウェディングドレス着てそのまま椅子に座ってバスが走り出すとやっぱり現実が見えてきて、はい、最後二人笑ってないところで終わるんですよ。そう、この二人の先を、この先どうなるか、ね、だからまあ好きやから、ね、はい、結婚式邪魔して連れて行ったけど、うん、駆け落ちなんで、うん、まあ、生活力もないからこの先大変な未来が待ってるっていう、うん、そういうエンディングやったんですけど、うん、このエンディングはそれを超える、そうですね、はい、この監督も会いたい、ジョン、会いたい、ジョン・カーニーさん、サントラとかいっぱい持ってますからね。聞いてますか、ジョンさん。これはもうちょっとまあダントツじゃないですかね。まあこうやって見たらあれですかね、はい、まあ結構似てますよ、皆さんのやつともね。そうですね、邦画はあんまり見てないんですよ、邦画がちょっと我々あんまり見てない。アイアムヒーロー良かったですけどね、はい、僕はね今年見た邦画でナンバーワンはバクマン、あ、これ見たってこと、はい、あの公開はね、公開は一昨年ですけどね、でもバクマンは本当に、ね、気に入ってましたよね、すごいですね、はい、大根監督は今年でもあのスクープ新作がね、はい、10月とかに2本ありますね、はい、で年末にあの年間ベストを、年明けぐらいですか。そうですね、はい、年が明けて、あのこのペースで見るんですか、映画は。ちょっと難しいかも。難しい、うん、で次回第6 回、はい、ちょっといつやるか分かりませんけど、うん、忙しくなってきたんで、うん、テーマを皆さんに募集したいので、うん、まだやってないのはそのお客さん集めて、そうですね、公開入れちゅうっていうの、ちょっと本当にいつか近いうちにやりたいですけどね、うん、ちょっと募集してますので、はい、テーマを募集したいと思いますので、はい、公式アカウントまで、はい、ここに多分宛先とか出てますんで、でチャンネル登録、はい、あ、そう、チャンネル登録をぜひ、次100万でしたっけ、あのもう少し地道に増やしていく、はい、そしてあの毎回言ってますが、はいはい、人材募集、そうです、はい、デスストランディングを公開してから結構の方が応募して来られまして、はい、頻繁に面接をさせていただいておりますので、まだ皆さん、はい、ぜひ一緒にゲーム作りしたい方がおられれば、はい、こちらに、はい、コジプロの公式サイトに、はい、で職種別になってますけど、はい、当てはまらない人もどっか入れておいてください。これどれかなっていうのもあると思います。あ、なるほど、はい、じゃあ引き続き人材募集を、行っておりますと、はいはい、ということで、2016年画面延期ベース、はい、映画ベスト10、はい、この今日は、ね、この陶芸さんの、はい、陶芸さんで写真をお借りしてお送りしました。よかったですね、はい、次回もこういうなんかいろんな場所をお借りしたりとかしながら、はい、お送りしたいと思います、はい、ということで、はい、では皆さんまた次回、はい、さようなら。